い。今度は何どんな作業ですか。半分取れたもんで、はい、あとの半分逆に詰め直す。はい。はい、じゃあ別のに詰め替えるんではなくって、同じこのカマチにひっくり返しながら入れ替えていくっていうことですね。はい。今反対側になったってことですね。はい。あるけどいい、まあこれさ最初調子が悪かった とこね、はい、やっぱりあそこで最初に悪いとさ、はい、あとまでこれ来る、はい、るでは今あれですね、向こう側のがこっちに詰め終わったところですね、はいはい、でもう一度あと片面ですね、片面、はい、最後ですね、はい、これは最初は最初爪がちょっと悪かったところですね。よれよれとなるからさ、一回軽く取って、はい、取って、これからどうするんですか。これからで出来上がったで束に戻します、はいはい、ということはもうその束ができたところで長に組めていくということですね。組めるわけね、はい、でその時の注意はやっぱりここで検査をもう一度するんですか。もう検査しながら戻すんだけどね、はい、戻すのは最初にあの束積みをしましたが、その束積みのにどこまでで束にする。そうですね、であの検査して抜いたところは少し少なくなってもそれは仕方がないですね、仕方がないってことですね、はい、
この時に、ね、つけた炭を左側に、はい、これ割れてますね、はい、でこれを必ず、はい、左側持ってかんと裏返しになっちゃうからね、はい、でここで束染み描きました、はいはい、これですね、はい、この印の、はい、うん、これですね、これこの束染みね、はい、これで一束、これで一束、一束、はい、これも順番があるんですよね。はい、これで1番ですね。はい。